皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今回はムック本2冊紹介します。左側が大人に似合うアクティブボディバッグ、そして360度ぐるっとポケットバッグ、開封していきたいと思います。それではまずはボディバッグの方から開封していきます。はい、開封いたしました。では見ていきますけれども、こちらは黒田千恵子さんが本気で考えたということで、普段使いから旅行先でも使い勝手がいいようにこだわりポイントがあります。まずはとても軽量なバッグになってます。ポリエステル生地が使われてまして、軽く仕上がってますね。ボディバッグというとかなりコンパクトなイメージあると思いますけれども、サイズも割としっかりしておりまして、この後いろいろ入れますけど容量もたっぷり入ります。この横のここですね、ここに刺繍ワンポイントありまして、これが旅と人生という意味だそうです。収納を見ていきますと、外側にまずここですね、ジップ付きの収納がありまして、ぐるっとここまで開きまして、中なんですけれども、ここにはポケット、カードポケット3つついております。お買い物の際とか、ここからさっとですね、よく使うカードを入れておけばお会計もスムーズに行えるかと思います。でここの収納には iPhone のこれ Pro Max のケースですけれども、大きめサイズのスマホもこう立てて入れたりとか、こう横にして入れることも可能な収納になってます。そしてルマンドも1袋入るポケットサイズになっておりますの で、このあたりも黒田さんの本気度が伺えます。はい、そしてすぐ横のこちらですね、ここにはペットボトルホルダーが付けられておりまして、500ml のペットボトルも入る、サイズになっております。こんな感じで 500ml ペットボトルを収めることができます。ここでキュッと締めることできますね。お散歩とかジョギングとか外付けになってますので、すぐにこう取り出せるのが便利なポイントです。で今度後ろ側見ていきますと、こっち側とかに何もありません。無地の状態になっております。ショルダーベルトはここで取り付けられておりまして、はい、しっかりついてますね。幅も割と広めになっておりまして、サイズ調節ももちろんできます。さらにはここにバックルついておりますので、こんな感じですね、取り付け取り外しも楽々行えます。横から見るとこんな感じで、下の部分ですね、このように、はい、仕上がっております。そしてメイン収納はこちらのジップがついておりまして、ジップの動き特に問題ないですね。スーッと動いてくれます。で中の方なんですけれども、こちらはですね、内側もこう2024年ジョギング始めました。では中ご覧ください。内側も真っ黒状態になってまして、ここにポケットが、はい、こちらジップ付きのポケットが1つ付けられております。その他は特に仕切りとかはついてませんね。それでは収納していきます。まずメイン収納なんですけれども、お財布、長財布入れてみますね。はい、このようにすっぽりと入ってくれます。横幅の余裕これくらいあります。高さも十分な広さがあります。まあ、小さめなお財布入れておくとよりたくさん入りますけど、とりあえずこれ入れておきます。でさらにここにジップ収納ありますので、ここはですね、もちろんスマホを入れたりとか、あとメモ帳とかですね、旅行先でパスポートとか入れたりとか、貴重品入れるのにぴったりなジップポケットになってます。その他メイン収納にはですね、折りたたみ傘なんかも入っちゃいますし、あとはペンケースとかですね、メモ帳と一緒に入れたりとか、はい、あとはメガネとかサングラスとかですね、ケースごと一回入れときますけど、そして、こちらエコバッグも端っこの方に入れたりしまして、あとはですね、はい、モバイルバッテリーとかですね、ちょっと入れてみたりとかもできるぐらいの、はい、コードと一緒に入れておきましょう。これくらいの収納力になってます。そして外側のこちらにはティッシュとかハンカチ入れたり、そしてカードですね、カードはこのように横に差し込むタイプで、はい、特に問題ないですね。でこんな感じで3枚入れることができまして、閉めまして、さらに、こちらにペットボトルを入れまして、はい、かなりこれたっぷり入る大容量バッグになっております。はい、それではこちらのボディバッグ持った感じを写していきたいと思います。ご覧ください。こうして見るとショルダーバッグのような雰囲気になってますけれども、ボディバッグとしては大きなサイズではないかと思います。でベルトの部分なんですけれども、今一番長く設定をしてみました。パターン掛けしますと、はい、これくらいになります。斜め掛けして、
はい、こうしますと、あ、これくらいいきますね。長さ的には十分じゃないかなとは思います。で、前の方にこう持ってきてもいいですし、こう背中のここですね、こんな感じで、はい、持つことができるバッグになってます。で、使い勝手ですけど、まず外側のこちらペットボトルホルダーはすごく便利ですね。さっとこう水分補給ができますので、ちょうどいい感じです。で、外側のこちらのポケットですね、ここからはハンカチとかティッシュとか、あとカードですね、ここからさっと取り出して支払いとかできますので、この辺も便利なポイントではないでしょうか。で、スマホはここに入れておくのはいいかもしれませんね。さっと取り出せますので、はい、続いてメイン収納、こちら開けまして、ここに今スマホ入れましたけれども、ここ内ポケットついてるので、そこからさっと取り出せます。で、結構いろいろたくさん詰め込んじゃいましたので、ちょっと取り出しはしにくくはなりますが、長財布もしっかり入るサイズ感ですね。さらには、奥の方にね、折りたたみ傘も入れましたので、急な雨とかお散歩中の雨とかでも、まあ、安心して、お出かけもできるかと思います。さらには、ちょっとお買い物ということで、このようなエコバッグ入れたりとか、はい、まあ、スマホの充電もですね、気になりますので、モバイルバッテリーを入れたりとか、まあ、それくらい入れまして、ちょっとしたお出かけ、お散歩、さらには旅行先でのですね、使い勝手よく仕上がっているかと思います。で、このあたりの強度的な不安も特にありませんので、長く愛用できるバッグになってるんじゃないかなと思います。ボディバッグ探している方は、ぜひこちらチェックしてみてください。お待たせいたしました。それでは最後にバッグの容量測定をしておきたいと思います。それでは本日もご一緒に How many ブルボン。バッグの容量は12ブルボンです。ブルボンが本気で考えたアクティブボディバッグ、おすすめです。はい、いかがだったでしょうか。ここまで黒田千恵子が本気で考えた大人に似合うアクティブボディバッグ紹介してまいりました。ブラックのもスタイリッシュで多機能なバッグになっていたかなと思います。普段使いから旅行まで、さらにはお散歩とかジョギングとかですね、アクティブなシーンにもかなり活躍してくれるんじゃないかと思います。まあ、ショルダーバッグとかリュックとかいろいろありますけど、ボディバッグ持ってないという方はぜひこちらチェックしてみてください。お待たせいたしました。続きまして、360度ぐるっとポケットバッグ開封していきます。はい、開封いたしました。それでは詳しく見ていきます。360度ぐるっとポケットということで、新しいタイプのバッグになってますね。正面の中央部分にはタグがついてまして、何やら書いてありますね。で、この部分がジープポケット、まず一つついておりまして、スマホとかですかね、小物を入れるのにちょうどいいかと思います。スマホですと、これ iPhone の Pro シリーズのケースですけれども、ギリギリ入るサイズになっておりますので、大きめサイズは入らないですね。そんな場合は今度サイドにこの、ちょっとこうゴムがついたポケットがありますので、ここに入れることになってきます。ここですとプロマックスのケースが、はい、こんな感じで入れることができます。アルフォートを入れたい方はこちらになりますね。このサイドポケットがこっち側にももちろんついておりまして、スマホとかもそうですけど、この 500ml ペットボトル入れると、はい、このように収めることできます。ポケットの裏地はこのポリエステル生地が付けられています。こっちも同様ですね。さらにぐるっとこの後ろ側回ってきますと、ここには大きなポケットが一つあります。こちらはもちろん1ルマンドサイズです。このように360度ぐるっと使えるというのがポイントになっております。そして外観なんですけれども、持ち手はここからこのようにしっかりと付けられておりまして、まあ、ここですね、こんな感じで取り付いてます。で、持つ部分がここ細くなっているので、こう握りやすく、はい、持ちやすくなっております。 2way 仕様となっておりまして、ショルダーベルトもここに付けられてます。
で取り外しも可能になってまして、もちろんサイズ調節もできます。でこのショルダーはちょっと細めの幅にはなってますかね。でこの持ち手の部分と同じ素材になってます。で肩掛けして持った感じを写していきます。で開口部分なんですけれども、ご覧の通りこれ巾着仕様となってまして、キュッとこう締めて、サッと開けられるのが便利なポイントです。でこの部分の生地も丈夫な生地になっておりますので、普段からガシガシと使っていける便利なバッグになってるかなと思います。では中見ていきましょう。このようにサッと開けまして、開口もかなり広くなって、ブラックには美白が似合いますね。それでは中ご覧ください。内が真っ黒な状態でポリエステル生地になってますね。でポケットがここに大きめなのが一つ付けられております。ポケット一番下まではいけないんですけれども、横幅もしっかりあって、はい、ポケット一つ付いてます。それでは荷物を収納していきたいと思います。まずはお財布から長財布いってみますね。横にしてこんな感じで入れることできます。余裕はこれくらいありますね。さらにはこう立てて入れておくとより取り出しやすいかもしれません。こうしておきまして、そしてねちょっと大きめサイズのものとちょっとちっちゃいのと2つくらいは入れても大丈夫かと思います。さらにはエコバッグ入れまして、その他メガネケース入れたりとか、あとはハンドタオル入れたり、折りたたみ傘も立てて入れることできます。傘はこの外側のポケットにですね、ここに、こんな感じで入れてもいいかと思います。とりあえず中にまず入れておきまして、その他こういった手帳ですね、手帳を入れたりとか、あとペンケースも一緒に入れまして、内ポケットついてますので、内ポケットはスマホを入れておきましょうかね。ここに入れても外側でもいいですけど、まずここを入れておきます。くらい入れまして、まだちょっと余裕がある感じで一旦閉めておきましょう。この巾着仕様はスッとこう絞められますので便利に使えますね。そして外側のポケットはまずペットボトル、500ミリのペットボトル入りますし、あとは、そうですね、ティッシュとかハンカチとかスム取り出したいものはここに入れまして、さらに後ろ側にはポケットありますので、スマホここでもいいかもしれませんね。こんな感じでサッと入れられます。その他前面のポケットにはこういうリップとかですね、小物類を入れておくといいかと思います。そんな感じで収納することができます。はい、それではバッグ持った感じを写していきたいと思います。ご覧ください。丸い身を帯びた可愛らしいバッグになっておりまして、360度、前面サイドですね、後ろ側にもポケットがついている使いやすいバッグになっております。そしてこう丸底になっておりますので、こう持っていてもですね、バケツ型といいますか、非常に持ちやすく安定感のあるバッグに仕上がっております。手持ちもできますし、このように肘掛けスタイルも可能です。で外側のポケットはこうですね、簡単にこうアクセスができますので、非常に便利に使えるかと思います。スマホもここに入れとけばさっとですね取り出せますので、とても便利で、ショルダーベルトない状態での使い勝手見ていきますと、このメイン収納ですね、ここ巾着仕様になってますので、こんな感じでさっと開けまして、ここにスマホ入れておいてもいいですね。内ポケットありますので、あとは長財布縦に入れておくとスッとこう抜き取れますので、そのあたり、はい、使い勝手特に、難しさはないかなと思います。その他ですね、折りたたみ傘が入ったりとかですね、エコバッグもしっかりと入りますので、お出かけの際あるいは通勤通学バッグとしてもかなり大活躍かと思います。で巾着をシュッと締めて、はい、まあ、ショルダーベルトがなくてもこんな感じで使えます。でさらにここにベルト、ショルダーベルトついていますので、ちょっと短めのスタイルですと、こんな感じで持ったりとか、ベルト一番長く設定しますと、はい、肩掛け、かなり長いですね。斜め掛けしましても、腰下、太ももぐらいまで来ちゃいますので、ベルトの長さは十分長いかと思います。長さ調節しまして、使い勝手見ていくと、まず外側のポケットですね。これは本当便利です。ペットボトル、さっと水分補給、戻すときもさっとこう入れられます。で、ハンカチとかですね、ここからスッと取り出せますので、サイドポケット便利、さらにはこの内側にスマホ、さっと取り出せますので、外側のこの4つのポケットですね、これはものすごく使いやすくなっております。で、ポケットのこの幅も深さもしっかりありますので、物がですね、こう簡単に飛び出したりとかもしにくくなってますので、はい、小物の収納には非常に便利です。で、メイン収納なんですけれども、巾着仕様になってますので、
はい、ババッと開きまして、この開口も広く、上からも見下ろして分かりやすくなっておりますので、ここにスマホでもいいですし、あとはですね、お財布ですね、はい、長財布も、しっかりと入ります。さらには、折りたたみ傘の取り出し、さらにはそうですね、タオル取り出したりとかですね、はい、ショルダーベルトがあるとやはり両手が空きますので、中のものの出し入れは非常に容易に行うことできます。エコバッグも入りますので、それでいて容量もたっぷりとありますし、小物が迷子にならないバッグということで、これかなり優秀なバッグになってるかと思います。はい、有名ブランドコラボではなかったので、あまりそこまで注目してなかったんですけど、実際こう使ってみると非常に便利なバッグになってるなと思います。これまでムック本ではなかった360度ぐるっとポケットバッグ、おすすめとなっております。大変お待たせいたしました。それでは最後にバッグの正確な容量を測定していきます。では参りましょう。 How many ブルボン。バッグの容量は35ブルボンです。360度ぐるっとブルボンバッグ、おすすめです。はい、いかがだったでしょうか。今回はムック本2冊紹介しましたけれども、どちらのバッグも非常によく考えられたこだわりポイントがありまして、使い勝手が良かったですね。特にこの収納が使いやすいということで、かなり使い勝手いいと思います。いろんなバッグ出ておりますけれども、ぜひこちらも検討してみてはいかがでしょうか。ということで、今回の動画は以上で終わります。最後までご視聴ありがとうございました。今回のバッグいいなと思ってもらいましたら、グッドボタンお願いいたします。そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。